いやいや、直久です。今回はですね、ラクジョブの、ゲームプログラマーでどういった人が取れてるのかという、そういった採用実績についてちょっとお伝えできればなと思いますので、よろしくお願いいたします。ゲームプログラマーはやっぱり一重に言ってもですね、もう今本当にいろいろソフトも増えてきて、プラットフォームも多いので、何がやれるかっていうところは結構細分化されてるんですけれども、今回その中でもココス 2DX というミドルウェアが使える方を探したいというお話をいただきまして、そちらの方でちょっと掲載をしたんですけれども、東京の会社さんだったので、やっぱり集まりも比較的良かったんですけれども、ただココス 2DX っていうところは、コンシューマーゲームとか、今でいうユニティもそうなんですけれども、やっぱり数がですね、ちょっと少なかったっていうところはあるんですが、おかげさまで経験2、3年の方が1名採用できて、その経験2、3年のうちの、1年半ぐらいかな、がちょっとココスでの開発経験を持ってた方ですね。で、今度RPG の開発の方をちょっと進めていこうとされているので、ちょうどそこに入ってもらって、比較的ちょっとコアな部分、重要な部分を任せているというお話もいただきました。これからどういったゲームが出てきて、私も RPG 好きなんですごく楽しみなんですけれども、ゲームに、限らずですね、どんなものでもプログラムしないと、最終的に動かない、ソフトウェア、そういうものなので、そういう根幹に関わるゲームプログラマー探されている、募集したいという会社などございましたら、こちらの方までお問い合わせいただければと思いますので、何かありましたら気軽にご相談ください。よろしくお願いいたします。